皆さんこんにちは、どうもピザ娘です。今回ですね、ビリビリガチャですね、回していきたいと思います。でこれね、マックスここのね中の景品ですね、全部足し合わせるとまあ170個なんですけど、まあ予想当てゲームみたいなやつでね結構外してまあ164個と、まあなんでね結構こうツイッターとか見ててもこのエスレアとエーリア逃してる人ね結構見受けましたんで、まあそうならないようにですね、まあ本も欲しいからまあ MC かまあジーリアあたりですね、この辺にまあそれが行ってほしいですね、できれば、うん、でなんととうとう出ました、Dリア2倍報酬チケットね。これもぶっちゃけ一番いらない部類なんで、これ外れてもまあ特に問題ないかな。それよりねこのプレチケとかねガチャチケとかまあ石ですね、この辺しっかり取っていきたいなって。であとはね黒かけらとかもまあ地味にね最後5個足りなくなったりすることもあるんで、これも貴重ですね。ということで、ね、回していきましょう。まあこれ金カットインが出れば確かいいんですよね。まず20連、おおビリア1個、まあ幸先いいんじゃないでしょうか。イリア4つ当たりましたね、早い。まあ、とりあえずねあのバトルチケットは今日のねメンテでミツコが追加されるんで、まあ、欲しいんですけど、まああんまりこう期待せず。おおシーリアコンプ、イリアコンプ、おおとうとう2倍報酬チケットゲットしましたよ、いいですね。まあ、とりあえず石絡むやつとかねやっぱ取りたいですよね。それで60連目、金来い金、あーあああでも銀、オビリアコンプいいよ。で残り104か、まだいける、ワンダいける、まだ慌てる時間じゃない金来い金出ないっすね。赤かダメそうだな、やばい。ディリアコンプやっぱこの S と A がね残ってますね。もう正直この上以外いらないっすもんねまあちょっと本欲しいけど、こっから S と A をね84個で狙っていく感じですね。マジ頼む、金来い金やばい、緑とかもやばい、エフレア、いやーやっぱこれ当たんないっすね。なんか確率変えてんのかな。あやばい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 、いや6個の外れでさ上3つとか引くのやめましょうよマジで。あ、やばいやばいやばい、ガチでやばい。黄色、あ、エリア1個当たった。いや、あと24個で2個当てないといけない。いけそうでいけない。ここの20連めっちゃ大事よ。金来い金金プラチナカプセル。起きたよかったあー危ねえ、怖え、あーバトルチケット取れた。いやーでもまだ油断できないですよ、これエイリアが残っちゃいましたねこれね。石1000個もでかいよこれ。いや4つで引けるか、最後いきましょう。はい、これ2回目かな3回目このガチャね。お銀、これいったんやな、あ金じゃないとダメか、うわあ石1000個取り逃したまあでもまあバトルチケットを引けたからいいかな。うーん、 MC とエフレア素材とまあエイリアが6個ですね、合計残りましたというところで今回ね動画は以上にしたいと思います。うん、
まあ最悪のね事態は避けられて、ちょっとこうね一視線欲しかったなっていうところでしたんですけど、まあ他の人に比べてねまだ自分運いい方なんかなっていうところで、まあね、なんだろうな、爆死とは言えない内容かなっていうふうにね思います。はい。でまたね、なんだろうな、明日からガチャとか来るし、このログボの交換っていつかできるんかな。もうできる、これ交換アイテム一覧。まあできないよね。交換所オープンはこっちは8月26でだいぶ後ですね。うん、まあいろいろこうキャンペーンもねやってくれてるんで、まあこれからはねちょっと回ったり続けていきたいなっていうふうに思います。あとね、あのステップアップガチャがねまたね期間限定ぶっ込んできたんで、で性能を見ててもちょっとまたガチャ動画出すんでその時触れたいと思いますけど、そんなにこう無理して引くようなねものじゃないかなっていうのはあるんですけど、まあちょっとキャーリサとかが強いかなっていうイメージかな。あとローラは本当組織戦線物理ね短キルとかそういうのが流行ってくると、まあ赤いののねネフテスみたいな感じでちょっと使えるのかなっていうふうにはね思いましたが、まあ群派と群派自体がな1キルあんま相性良くないんで2キルとかになるかなあっちだとね。はい。まあそんなこう特段ねいなくてもまあ大丈夫なんじゃないかなっていうふうにはね思います。であとはちょっとね緑属性の耐性ダウンかな、キャーリサ、ウイハル、ミサキチ、まあこの3体ちょっと出てきたんで、またね検証とかも重ね書きのねどこまで入るか、まだ3つじゃ足りないのかな、最大どのぐらい入るんだろう。中で25で 25% アップで小で 15% アップなんですよね。 0.5 ぐらいが限界なんかな、どうなんだ。1ぐらいまで入ればねまたね話変わってくるけど、はい。またですね、まあ、ウイハル、ミサキチも出てきたから緑耐性ダウン入れられるよね。だからレイドもだいぶスコアね上がってくるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。まあね最後の方ねすごい余談ばかりでね申し訳ございませんが、本当にここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。